南極大陸の時間帯を大まかに示した地図。各基地はこの地図と一致しない時間帯を使うこともある。この記事では南極大陸の標準時について述べる。南極大陸は中心近辺に南極点があるためすべての守護線が通っている。理論上南極大陸はすべての時間帯に位置している。しかしながら南極圏では 6月と12月のイタリテンの頃は極端な昼夜サイクルになるためどの時間帯が適しているのか判断しにくくなる。実用的な用途のためには通常時間帯は南極における領有権主張に基づく。しかしながら多くの基地では基地の所有国の時間帯か基地の補給基地がある国の時間帯を使っている。例えばマクマード基地とアムンゼンスコット基地では ニュージーランド時間を使っている。これはどちらも補給基地がニュージーランドのクライストチャーチにあるためである。所有する国の時間帯が違っていれば、貧乏する基地同士であっても時間帯が違うことがある。南極大陸の多くの地域には時間帯がない。これは何も決定されていない上に時計が置けるような一時的な施設すらないためである。これらの地域は 単純に、協定世界時に分類されている。TZ データベースのゾーン、タブには、以下の時間帯がある。のついたカラムは、ゾーン、タブのデータを含んでいる。TZ データベースのスタッフは、高級的な居住可能施設だけを追求しており、いくつかの夏記限定の基地には違う時間帯用がある、可能性がある。座標は、緯度と経度である。二つまたは三つの数字などを、 二つが分を、二つが秒を、表す。パーマー・ローゼラ・ボストーク書は、モーソン・デイビス・ケイシー・デュモン・ディー、アービル・マッカリー・マクマレド・サウスポール・トロールそれぞれの基地の一南極大陸の大部分において、家事間は実施されていない。これは、大陸の95%が南極圏に含まれており、白夜もあるため、夏時間が不要なためである。また、 それぞれの基地の本国が北半球にあると通信がより面倒くさくなってしまうことも原因の一つである。しかしながらロス海賊領やパーマーランドなどいくつかの地域では補給元の地理の標準時やニュージーランド時間の時間帯を使っており夏時間も実施している。北半球が冬の時に南半球は夏なのでこれらの地域も夏時間になっているのである。 ありがとうございます。